ちゃんが会いたい。本日のゲストはしまちゃんです。それでは自己紹介をお願いいたします。はい、改めまして皆様こんにちは。株式会社ヒロデンプラザの代表取締役をしておりますしまじみほこと申します。今日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、そもそもしまちゃんとは広島商工会議所女性会で一緒に活動しておりまして、はいはい、そうです。今年役員になっちゃったのよね、はい、私たち、うん、なっちゃったというかね、うん、頑張りましょうね。でも楽しい、ね、楽しいよね、うん、このメンバーすごく楽しいし、そうそう、私はプログラム委員長でしまちゃんは私は事業計画推進委員会、ね、下かみそうでしょ、下かむ下かむ、はい、その委員会の委員長やってます。委員長やってるよね、はい、で今日どうしても聞きたいことがあって、うん、さっきもらってた低酸素ジムっていうのがちょっとまだよくわからない、わからないので、はい、教えてください。ありがとうございます。そうなんですよ、うん、低酸素ジムって何っていう風に、うん、いろんな方からご質問いただくんですよね、うん、一言で言うと酸素が少し普通の状況よりも少ない環境で体を鍛えることができるっていう、そういうスポーツジムになってます。そうなんですよ。え、山の上に登った時に酸素が少なくなる状態と同じってこと？そうだけど気圧は平地と変わらないんですよ、うん、だからね、思ったより体に負担がないの、うん、でその利点は何なんですか？はい、そういうところのジムってよくぞ聞いてくださいました3つ利点があって、はい、1つ目が心肺機能の向上、はい、ごめんなさいね、ちょっと堅苦しい話になっちゃうけどごめんなさいね機能の向上、はい、2つ目が生活習慣病の予防、そしてこれ3つ目、女性はとっても気になるアンチエイジング、この3つに効果があるっていう風に言われてるんですね、うん、なるほど、はい、いいじゃないですか、うん、いいでしょ、いいでしょ、うん、酸素が少なくなると、うん、心臓が酸素を取り込もうっていう風に頑張って、うん、結果的に心臓が強くなるんですよ。強くなる。そうで、それで心肺機能が上がって、うん、新陳代謝が良くなって、うん、こう血流が良くなって、うん、お肌がスレスレになっていくっていう、そんな話すごいすごいなってます。もう行きたいんですけど私、ぜひぜひお願いします無料体験行っていいですか？あ、もちろんもちろんもちろん、体験は皆さん無料です。あ、よかった、はい、よかった。そう、これがね1時間の持ち時間で、実際に走ったり、うん、もしくはバイクを漕いだりするっていうのは30分なんだけど、うん、普通にランニングしたり、うん、自転車を漕ぐよりも、うん、低酸素の状況でやるので、うん、やっぱりちょっと効果が期待できるっていうか、短い時間で効果を上げられるっていうことで、あの1時間お時間取っていただければ、うん、もうバッチリ効果は期待できる、まあ、もちろんね個人差はあるので絶対保証は難しいんですけれども、そういうことね、はい、そういう効果があるっていうふうに言われています。そしてそもそもヒロデンプラザさんはボーリングじゃないですか？そうなんですよ、うん、よくぞ聞いてくださいました実はメイン、メインというか、メインというかな、うん、一番古いのはボーリング場になります、うん、そうでしょ、はい、はい、この間テレビで見たんですよ、うん、確か75歳以上の人が敬老の日に大会してませんでした？ご長寿ボーラー感謝ボーリング大会っていうのをやりました。そうでしょ、はい、ですごいね、最高年齢の方がパーンってあのボーリングをね、でストライク出されてて、うん、結構高齢から始めたんだけど、うん、ハマっちゃって元気になったそうなんですよ。そうなの、そうなの、足腰が丈夫になってシャキーンとして腰が伸びて、うん、私はこれが生きがいなんですって言われてました。ボーリングって皆さん難しい、うん、って思っちゃうかもしれませんけれど、そんなに長時間歩くわけでもないし、うん、投げるのもね、あれ力がいらないんですよ。え、本当そうなの？そう、腕の必死になるじゃん。ないない、腕の振り子で普通にまっすぐ投げれば基本的にまっすぐ転がっていくのでストライク取れちゃうんですよ。そうなんだ。そう、うん、そうボーリングも行ってみたい、何年もしてないんですけど私ぜひそういう人が多いのねボーリングもする、分かった、はい、お待ちしてます。分かった分かった、はい、しかも、うん、西広島タイムスの置き場所になってるじゃないですか。そうなんですよ。そうだそうだ、はい、ね、ヒロデンプラザに来れば西広島タイムスが置いてありますので、はいはい、カウンターに置いてありますので、ぜひ皆様、はい、見ていただければ嬉しいです。い、低酸素ジムに行ってボーリングしてタイムス持って帰るそうでしょ、もうお得以外の何物でもないそうですね、はい、そしてさらに何か特典があるそうなんですね。そうなんですよ、今日は特別にもうエルコちゃんのためにと思って特典を用意しました。何でしょう、何でしょう。あの実は低酸素ジムは入会金と手続きの事務手数料をいただいてるんですが、いくらですか？入会金は1万1000円、それから事務手数料が3300円かかっちゃうんですけれども、ちょうどねスポーツの秋ということもあるので、10月末まではこの FM 初開地を聞いてくださってる方限定でこちらを無料にします。はい、それが無料になるの、うん、もうね店長と掛け合ってきた。ありがとうありがとう、はい、これはちょっともう入りたいな。ぜひぜひお待ちしてます。いいね、うん、ありがとうございます、うん、はい、よろしくお願いします。皆さん聞きました、はい、
FM 初会地を聞いたって言ってくれたらね、ちょっとすごい入会金も、はい、事務手数料も無料、1万1000円と3300円が無料になるという、で体験はもうどっちにしても無料ということでね、はい、そうです、はいはい、どこにお電話したらいいんですか。はい、082-569-6777、はいはい、こちらに電話してくださいね、はい、ちょっともうなんかもう行ったつもりになって私低酸素ジムに、そう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 、もうその気持ちが大事さっき初めてというか久々にけん玉ねしまちゃんとやったら、しまちゃんにコツを教えたらすぐもうすぐできちゃった。残ってないの、いやできたじゃん、うん、すごいありがとうございます、びっくりした。西広島タイムスからのお知らせ、しまちゃん、それでは一緒に西広島タイムズワクワクプラスウェブサイトを一緒に見てみましょうね。気になる記事はありましたか。はい、パラスポーツを気軽に楽しむインクルーシブスポーツフェスタ広島2023が広島県で初めて開催されるっていう記事がすっごく気になりました。さすがもう本当に初めてのパラスポーツをサポートするフェスタが開催されますので、ぜひこの記事を見てみてください。あと手元に西広島タイムズ紙媒体9月号が届いてついてますね。はい、あります、はい、気になる記事はありましたでしょうか。はい、何ページ？6ページなんですけれども、うん、この広電初会地の記事がとっても気になりました。そうですね、これ沿線散歩広電初会地ですね、はい、うん、やっぱりね広電さん、うん、私大好きなんですよ。あの景色も綺麗だしリーズナブル安いし、はい、落ち着くんですよありがとうございます広電さんが、はい、うん、でその広電さんに乗ってその駅ですね、広電初会地に降りたら、うん、こんな場所があるよという紹介ですね。はい、けん玉商店街があるよ、うん、これけん玉もなか大好きよ私。あ、いいですよね、美味しいよね、うんうんうん、形も可愛いし、ね、かわいいし、ね、で一番最後に載ってるのもがありがとうございます。ご協賛企業の中に、はい、広電プラザさんの低酸素ジムの仙田店ですね、はい、はい、ありがとうございます、はい、そしてこの中にあるタイムス英会話のコーナーです、はい、今日は9月号に載っているのをやりますよ。ハロウィーンね、はい、もうすぐですよ。いいですね、もうすぐ来ますね。すぐ来ますよ、はい、はい、それでは日本語の方お願いします。ハロウィーンです、はい、今年のハロウィーンパーティーの仮装は何にする。 What costume are you going to wear for this year's Halloween party? 去年は確かエルコちゃんになったね。 Well, not decided, but you dressed up as エルコちゃん last year, right? 1年って早いわ。私は定番の黒猫になるよ。 Yes, time flies so fast. I'll just be a black cat. ひらめいた。 I've got a good idea. 横川ゾンビナイトに行ってみよう。 Let's go to 横川ゾンビナイト。ゾクゾクするね。 Sounds spooky. ハロウィンおめでとう。お菓子くれなきゃ脅かすぞ。 Happy Halloween. Trick or treat?という話でした、うん、素晴らしい。でこの横川ゾンビナイト、この一面に載ってますから、うん、一面二面三面で9年目になりますかね、うん、横川商店街さんがすごい頑張られてて、うんうんうん、やっぱり横川を盛り上げよう、もっとね街を商店街を盛り上げようということで始められた企画なんですけども、うん、私たちもそれを取り上げていろいろ回ってみたんですよ、うん、そしたら、うん、ここに3店舗出てます、うん、音クーポンのぞみさん韓国料理で、山中酒店さん、これ角打ちみたいにねお酒が飲めちゃう、うん、いいですね、はい、そうよ、スポーツバーボニークさん、こちらもねすごいクーポンついてますので、うん、皆さん行ってください。はい、そして英会話この QR コードをスマホで撮って見ていただいたら YouTube に飛びますので動画が見れます。その中で私が変装したエルコちゃんも出てきますので、可愛かったよ、さっき見たけどありがとう動画も楽しめちゃう西広島タイムズ、ぜひ皆さんお手に取ってゆっくりとご覧くださいね。言い忘れたこととか最後にリスナーさんに一言メッセージをお願いいたします。はい、今日はありがとうございました、はい、営業時間をお伝えすることを忘れていまして、低酸素ジム仙田店は10時から22時原則年中無休になっております。皆様お越しをお待ちしております。お遅い時間まで空いてるの。そうそうそう、なのよ、22時までお仕事帰りにも行けちゃうじゃない。はい、まあ、もちろん10時から22時ということで、うん、はい、やっぱりちょっと鍛えなきゃ、スポーツの秋ということもあるし、そうね、そうね、これを機に FM 初会長を機にぜひぜひスポーツにチャレンジしてみてください。見てください、はい、広電に乗ってきてね。もちろん広電に乗ってきてもらったらいいよね。宇品線と広電本社まで電停すぐになります。はい、降りてすぐか。もうすぐすぐ、はい、あ、それいいね、はい、で初会地からだったら乗り換え
券もらえるよね。乗り換え券、はい、大丈夫です、うん、神谷町で乗り換えもできますので神谷町で乗り換えて広電に乗って、はい、広電プラザに行って、うん、いいですね。はい、ボーリングもお待ちしてます。ボーリングもいいし低酸素ジムもいいし、はい、でタイムス置いてあるしそれ持って、はい、でまた広電に乗って、うん、帰りながら広電廿日市に降りて、はい、これ見ながらそう天満宮行ってもなか買っていいねもなか買っていいねいいねじゃないこれ、うん、ちょっとワンデイトリップになるよ。ちょっと面白いよ、はいはい、ということで楽しかったなって今もうだってしまちゃん上手だったもん。けん玉も上手だったし、ありがとうございます、ね、えジムで鍛えてるのえという感じです、はい、でまた役員の方も頑張って頑張りましょうね、はい、頑張りましょう。本当楽しかったです、はい、ありがとうございます、はい、これを機にまたけん玉も頑張ってよ、はい、そうですね、はい、本日のゲストは株式会社広電プラザ代表取締役社長のしまちゃんこと島地美穂子さんでした。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。そしてパーソナリティは元気ワクワク笑顔とハッピーをお届けするエルコちゃんこと沖縄りさでした。次回10月13日のゲストはアストロスカイ代表でホットストーンセラピストの代表の木村香里さんです。お楽しみにね。香里さんね このクーポンにも載ってますからね、うん、見てください、ね、そしてあしまちゃん、うん、次の11月号にクーポン載せてくれるんですって。はい、クーポン出しますのでねぜひ皆さん来てくださいね来てくださいね。そして今日は FM 廿日市を聞いたって言ったらはい、入会金の1万1000円と事務手数料の3300円が10月末まで無料になります。はい、低酸素ジムです。はい、どうぞよろしく、ね、はい、よろしくお願いします。はい、笑顔でね、Keep a smile, see you next week, have a nice day. 株式会社エルコ西広島タイムズプレゼンツエルコちゃんタイムズでした。We had a really, really, really good time. Thank you very much for here coming to join us. Thanks again. 最後にしまちゃん、思いっきり笑顔でバイバイって言いましょう。バイって言いましょうね。せーの、バイ。 Yes, だから